今回はデートアライブのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。ということで今回解説するのはデートアライブの登場人物、村雨玲音だぜ。初期の頃から出てたキャラね。ということで解説していくぜ。村雨玲音、デートアライブの登場人物でラタトスクの解析官を務めてる女性だぜ。年齢は不明だが本人曰く、30歳寝てないとのことで、これは空間心が初めて発生した時期と同じだぜ。重度の寝不足のようで目にクマがあり、吐きがないぜ。コーヒーに砂糖を大量に入れたり、眠ってないと発言するなど、かなり不節制な生活を送ってるようだな。本当に寝てないのかしらね。落ち着いた性格で指導たちをサポートしてるぜ。一応、立場上は小鳥の部下なんだが、小鳥の保護者のような立ち位置だな。時折天然ボケな描写があるものの、基本的に常識人で面倒見もよく、指導や小鳥をはじめ、精霊たちをフォローしてる描写も多いぜ。裸眼で軍服、あるいはメガネをかけて白衣姿のことが多く、いつも年季の入った傷だらけの熊のぬいぐるみを持っているぜ。メガネは伊達なのかしらね。指導のことは慎太郎と呼び間違え、その後は慎と呼ぶようになり、違うと指摘されても改める気がないぜ。厳密には不眠症ではないらしく、その時が来るまで眠りたくても眠るわけにはいかないと答えてるぜ。彼女の素性には謎が多く、DEM 社の兵器であるバンダースナッチに襲われても無傷だったぜ。映画では誰も知らないはずのマユリのケルビエルに対し、システムケルブと言っており、何か知ってたようだぜ。システムケルブはケルビエルの正式名称か何かかしらね。他にもマナの DEM 社による無茶な魔力処理を見た時は怒りをあらわにしていたぜ。バイオリンがプロ級だったり、マイナーな外国語を話せたりとハイスペックな描写が番外編で見られるぜ。ちなみに作者曰く、レイネが結構気に入ってるとのことで、どうやら作者自身、クマ目の女性キャラが好みらしいぜ。また、彼女は一度だけ恋をしたことがあるらしく、その人以上に好きな人は今後二度と現れないだろうと言い切ってるぜ。クマ目の女性が好きってちょっと変わってるわね。ここからは彼女の正体について話していくぜ。よろしく頼むわ。さあ、かかってきたまえ。私の可愛い娘たち。彼女の正体は資源の精霊、高宮美雄だぜ。まあ、ぶっちゃけ原作をちゃんと読んでるファンなら大体予想できた人も多く、驚きは少なかったかもな。実はレイネが資源の精霊であることは一巻の時点で考えいい人はすぐにわかるようになってるぜ。というのも、精霊の名前には全員数字があるという特徴があり、レイネも霊が数字の0と同じ読みで、0、つまりは資源の精霊を指していたと思われるぜ。この法則のせいで折り紙がいつか精霊になるのもバレバレだったわよね。また、彼女は30年は寝てないと空間心を連想させる30年という単語を使っていたし、DEM に襲撃されても無事だったぜ。ついでに言うと人間を精霊に変えていたファントムの正体も高宮美雄だったぜ。つまり、レイネ、ファントム、美雄の3人は同一人物ってことになるぜ。また、ファントムの声はレイネ役の遠藤綾さんの声を加工したものであり、アニメを見てるとファントムとレイネが同一人物であることもバレバレだったぜ。てかあまりにもレイネと資源の精霊とファントムの共通点が多すぎて逆に違うんじゃないかと言われてたわよね。ゲームのリンネユートピアでもファントムとして登場しリンネに、あなたの役目は終わったと言い、おやすみなさいと言い残していたぜ。ファントムは自身の姿を偽装したり、ノイズで自身の姿を見えなくする能力を有してるぜ。ファントムによって精霊は生まれており、つまりは身をこそが精霊発生の原因であり、30年前にユーラシア大空祭を起こした元凶で本作のラスボス的存在だぜ。指導が最後に攻略しなければならない精霊よね。最後に攻略しなければならない精霊ゆえに攻略難易度は当然ながらぶっちぎりで高いぜ。ミオは人間を精霊にしていたが何らかの目的があるようだぜ。彼女は自身の目的のために多くの人々の人生を狂わせており、クルミもその一人だぜ。クルミの過去については別で話してるのでそっちを参照してくれだぜ。レイネとファントムは別々で行動してたが、終盤に融合して力を取り戻し、本来の姿を見せるぜ。真の姿がちょっと折り紙っぽいわよね。ここからは彼女の正体、過去について話していくぜ。よろしく頼むわ。彼女の正体は魔術師の末裔であるウェストコット、エレン、ウッドマンの3人の魔術師が、世界を書き換えるために必要な力を得るために、カレンの作成した魔道具を使って一箇所に神秘のエネルギーであるマナを集中することで生み出した超越生命体だぜ。要するに莫大な霊力によって作られた生命体だぜ。ユーラシア大空祭が起きたのはミオが誕生する際に発生した余波で彼女の意志とは無関係だったぜ。ウェストコット、エレン、カレン、ウッドマンが全ての元凶だったわけね。ちなみにミオを作り出した4人は誤符によって無傷だったぜ。誕生後はウェストコットから逃げたようでそれから半年後に日本に現れると南関東大空祭を引き起こした後、とある少年に出会い保護されるぜ。
その少年の名は高宮真嗣であり、両親が共働きで家にはほとんどおらず、妹のマナと二人暮らしだったぜ。このマナは本編で出てきた高宮マナ本人であり、ミオがマナのことを知ってたのはこのためだぜ。真嗣の見た目が指導とそっくりね。彼に保護された当初は話すことすらできなかったが、様々な情報媒体に触れることでわずか1日で流暢に話せるようになり、二人を驚愕させてるぜ。また、彼女の事情を考慮した二人の提案で共に暮らすようになり、対外的には親戚という形になったぜ。名前がなかったので真嗣が名前を付けることになり、5月30日に出会ったのでミオと命名したぜ。ミオと真嗣は共に過ごすことになり、様々なことを教わり、次第にお互い惹かれていくぜ。指導と投下を彷彿させるわね。ミオは海が好きなんだが、その理由は真嗣に連れて行ってもらった場所の中でも特に思い入れ深い場所だからだぜ。だが、そんな平穏は長くは続かず、彼女を狙い場所をついに突き止めたウェストコット率いる DEM のメンバーの襲撃に遭い、その過程でマナがさらわれるぜ。そして、自分を守ろうとした真嗣はウェストコットの凶弾に倒れ命を落としてしまうぜ。ミオが別れが嫌いなのは愛する者と理不尽に別れてしまったことがトラウマだからだぜ。ミオの好きなものと嫌いなものが真嗣由来なのよね。真嗣の死による怒りと悲しみで霊力を暴走させ、その場を逃げおおせることができたが、真嗣を失ったことで深い絶望や後悔、そして悲しみに暮れるぜ。ミオは真嗣を蘇らせようとするが、仮に蘇っても人間ではすぐに殺されてしまうし、そもそも人間の寿命では真嗣が先に死ぬことになってしまうぜ。ミオは真嗣と永遠の時を過ごすために自分の力を真嗣に与え、永遠の命を持つ存在に作り変えようとするぜ。またぶっ飛んだことを考えたわね。だが、ミオの力はあまりにも強大すぎるので一遍に力を与えれば自滅しかねないぜ。実際、劇中でも指導は8体分の精霊の霊力を封印したせいでオーバーヒートしたことがあり、ミオの見立ては正しかったぜ。それゆえにミオは吸収するための力だけを与え、自分の力を分割し、経過を見守ることにしたぜ。ミオは真嗣の遺体を分解吸収し、真嗣を蘇生させ、それが本作の主人公の五日指導だぜ。ってことは真嗣は指導の前世のような存在だったのね。ミオは記憶改ざんする能力を有しており、指導が母親に捨てられた過去はおそらくミオの記憶改ざんによるものだぜ。また、ミオは真嗣のことを真と呼んでおり、レイネが指導のことを真と呼んでいたのも伏線だったぜ。また、指導たちが通ってる雷禅高校だが、名付け親が真嗣とミオであることが明かされてるぜ。雷禅高校は木の宮高校と禅和高校が30年前に合併した高校であり、二つの名前を足して割ったのが由来だぜ。何の因果か指導たちは雷禅高校に通うことになったのね。ミオは自身の力を10個のセフィラに分割し、人間に与えたぜ。これを人間に適合させるためにファントムとして人間にセフィラを与えて適応するものが出るまで人間を殺し続けたぜ。そして運よく適合できたのが劇中で登場した精霊たちだぜ。ちなみに適合できなかった人間をクルミに殺させていた時期もあり、これにより、クルミには激しく憎悪されてるぜ。適合できなかった人間は死んだり暴走したりするみたいね。やがてミオはファントムとムラサメレイネに分かれ、ファントムとして精霊の力を人間に与えて暗躍、レイネで指導たちを見守っていたぜ。ちなみに天使のモチーフからわかると思うが、デートアライブは北欧神話がモデルになってるぜ。クルミのザフキエルのヘッドの分身体に近い能力であり、本人曰く、ベルゼバブに近い能力のようだぜ。どちらが本体かわかってないが、おそらくどちらも本体なのかもな。まあ、本体があるとすればレイネの方な気がするけどね。そうだな。レイネが胸につけてるクマのぬいぐるみはかつて真嗣からもらった思い出の品であり、大事に持っているぜ。ミオの目的は真嗣とずっと一緒にいたい、ただそれだけだったぜ。だが、ミオはそのために多くの犠牲を払っており、クルミはもちろん、親友であるはずの小鳥も容赦なく殺すことも厭わないぜ。また、ミオも自分の都合で多くの人を殺してるので罪悪感はあったらしく、犠牲者たちに敬意を表していた様子だぜ。まあ、どんなに罪悪感を持ってようが結局殺してるんだけどね。てかミオは自身の力の大きさを自覚してるのか、言うことがいちいち上から目線だぜ。レイネとして過ごしてきた姿も全部が全部偽りだったわけではなく、指導や精霊たちと過ごした日々も悪くはなかったようだな。だが、ミオは真嗣の復活が何よりも最優先なので真嗣以外を切り捨てることに決めてたぜ。例外は真嗣の妹のマナであり、彼女だけは生かしておくつもりだったようだな。そして、指導はクルミ以外の精霊の力を封印した後、クルミにレイネの正体を突き止められ、DEM も動き出したことで本格的に動き出すぜ。とうとう重い腰を上げて出てきたのね。まずはじめにクルミを殺し、指導に真嗣の記憶を蘇らせ、レイネとファントムが融合したことで高宮ミオとして完全復活したぜ。そしてミオは指導の記憶を完全に消去して真嗣に戻そうとしたところで10日たちと戦闘になるぜ。
ミオはシンジに完全に精霊の力を与えるために精霊全員を処理するつもりだったので指導の記憶処理を後回しにして先に精霊を殲滅することにしたぜ。仮にもレイネとして精霊たちと過ごしてきたのに容赦なく殲滅しようとしたのね。最終的に精霊を皆殺しにし、10日に至っては存在ごと消してしまったぜ。後がなくなった指導だが、ユッドベイトによって未来に転送された分身体のクルミがやってくるぜ。そしてクルミが指導の中に封印されてるバブを使うようメッセージを送り、指導はクルミのバブを使ってことが起こる前の時間に戻ったぜ。そして、指導たちは高宮美を、紫レイネの攻略を開始するぜ。ちなみにクルミは小鳥編の時点で指導にキスをしており、これによりバブだけ指導に封印されていたぜ。てか資源の精霊に対抗できるザクキエル強すぎだろ。ここからは彼女の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。識別名は2種類あり、デウスとファントムだぜ。基本的にはデウスで問題ないぜ。霊装名は、ヤーだぜ。見ての通り、すべてのスペックがカンストしており、作中最強クラスの戦闘力を誇るぜ。彼女よりも強い精霊は存在せず、彼女に対抗できるのは第二の資源の精霊となったウェストコットぐらいだぜ。そのあまりの強さにより、一度は一人で10の精霊を全滅させてるぜ。マジでどの数値も高すぎね。アホみたいに強いのはもちろんそうなんだが、頭もとんでもなくいいぜ。一日で言葉を覚えたり、見たものを一瞬で覚えており、基本的に何でもできるぜ。番外編でのレイネの描写からしてそれが伺えるな。また、彼女は天使を3つも所持しており、しかもどれもドチート能力だぜ。しかも精霊たちの持ってる天使はもともとはミオのものであり、前世紀の彼女は天使を13体も持っていたことになるぜ。13体の天使とか無理ゲーすぎるだろ。3つの天使だけで大概の敵は殲滅可能であり、てかそもそも天使がなくても基本スペックがチートなので天使がなくても脅威だぜ。空間新規模もトリプル S と桁違いの規模であり、どれを取っても強すぎで欠点が見当たらないぜ。まさに神、デウスの識別名にふさわしい強さを誇ってるぜ。また、任意で精霊たちに力を与えることもできるぜ。天使以外にも白い布のような触手を使って攻撃するぜ。一見すると弱そうだが、霊槍を簡単に貫通させる威力があり、この触手でセフィラを奪って精霊を即死させてたぜ。デウスはラテン語で神という意味ね。アインソフオール。アインソフオール。女性の胴体が生えたイクエモの花びらを持つ巨大な菊状の花の形状をしてるぜ。見ればわかるが、これは映画オリジナルキャラのマユリであり、マユリはアインソフオールがベースで作られた精霊であることがわかるぜ。花粉を広範囲に撒き散らし、この花粉に触れた生命体の生命活動を即座に止め、無生物を即座に劣化崩壊させ消滅させる能力を持つぜ。アインソフオールの砲撃を放つ、アインソフオール、ヘネツという技を使うぜ。広範囲の即死攻撃とか反則だろ。アインソフ。アインソフ。ガラスのような無機質な表皮を持ち、幹の間に女性を抱いた大樹の姿をしてるぜ。召喚主の意志により万物の法則を定められるテリトリーを有し、攻撃の無力化や天使の制御権剥奪に空間転移など領域内のあらゆる法則を自在に操ることができるぜ。つまり、この天使を権限させると使用者が範囲内に望む世界を作り出せる、世界改変能力だぜ。アインソフの枝を使って攻撃する、アインソフ、アナフを使用可能だぜ。能力、リンネという名称からその神リンネはこのアインソフを元に作られた精霊であることがわかるぜ。広範囲の即死攻撃の次は世界改変能力かよ。マジででたらめね。アイン。アイン。種の形をした小さな天使だぜ。だが、その能力は作中最強の天使と言っていいほどの恐ろしい能力を有してるぜ。ミオの奥の手の天使であり、あらゆる事象を無視して触れた存在を自分と同様の存在しないものとして消し去ってしまうぜ。要するにアインソフオール以上の一撃必殺だぜ。この技により、10日は一度コッパみじんになって死んでおり、ウェストコットもこの技によって死んでるぜ。また、ミオの3つの天使はセフィロとの木の神明が名前の由来になってるぜ。ミオの能力の解説はこんな感じかしらね。ここからは彼女の結末を話していくぜ。よろしく頼むわ。最終決戦前夜である2月19日に指導とデートすることになるぜ。好感度も順調でこのまま指導に霊力が封印されるのかと思いきや、ミオが好きなのは指導ではなく、シンジだったので失敗するぜ。しかもキスによってパスができてしまい、指導が未来からやってきたことも知ってしまったぜ。そこへ襲撃してきたクルミから自身の半分を取り戻すぜ。だが、歴史改変を知った DEM からの襲撃を受け、足止めを食らうことになるぜ。最悪の展開ね。その後、DEM の襲撃を退け再び指導と精霊たちの前に出現するぜ。指導にキスされ、アインソフによって別空間に身を、霊ね、指導、シンジが開口するぜ。
海で楽しい時間を過ごした後、ミオの本当の目的は、世界にいてはならないほどの力を持った自分を殺せる存在を作ることだったことが明かされたぜ。シンジを蘇らせたかったのも事実だが、本当にそれでいいのかと疑問を持っていたぜ。そもそも今の彼はミオの知ってる高宮シンジではなくていつか指導だしね。指導はミオを殺すなんて選択は最初から考えておらず、シンジからミオを奪い取ることを決意したぜ。そんな時に第二の資源の精霊となったウェストコットが邪魔をするぜ。世界を守るためにミオは指導と精霊たちと共に戦うことに決め、本当の最終決戦に突入するぜ。最終的にミオはウェストコットの攻撃から指導をかばい、ウェストコットと共に歩んで道連れになったぜ。これにより、ミオは死亡したぜ。ミオが死ぬのはなんとなくわかってたけど、やっぱり悲しいわね。指導、君は本当に素敵だよ。私は君が大好きだ。ただし、真の次に。ね。結局、ミオの心は変わることなく、指導が素敵で大好きだというも、その後にただし真、真珠の次にねと言い残したぜ。数々の精霊を攻略してきた指導だが、結局ミオは攻略できなかったぜ。そういう意味では指導はクルミ以来のデート失敗と言えるな。それにクルミに関しては最終的に攻略してるため、ミオとのデートは事実上、指導唯一の負け戦となったぜ。結局シンジが一番ってのはミオらしいけどね。最後に残ったミオの意識が溶けていく中、ミオはついに最愛の人であるシンジと再会したぜ。ミオは誰よりも愛する人の胸に顔を埋めながら、今度こそずっと一緒にいられることへの涙に彩られた笑みを浮かべながら世界に消えていったぜ。その後、10日はミオの消滅によって消えてしまう運命にあったが、世界の意志によって蘇ったぜ。ミオの力によるもののようだな。これでミオの解説は終わりね。総括すると彼女は指導が唯一落とせなかった最強の精霊だぜ。恐ろしく強いが、その実態は一人の少年を愛した少女だったぜ。愛する人と共に行けたのが救いだな。そうね。ということで高宮ミオの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。